そこのあんた。あんただよ。頼む、ちょっと来てくれ。こちら、ここを見てくれ。それで、その場で見上げたら、この作業員の兄ちゃんがいたってわけだ。何度も言っているが、工具を落とすようなヘマはしない。もししていたとしてもだ、それを隠すような真似などしない。自分で気づかないミスだってあるでしょ。ねえ、あんたもそう思うだろ。この人は俺の車の真上で作業してた。落としていないと言い張っているが、何かを落としたからこうしてボンネットがへこんでる。どっちが常識的か言ってやってくれよ。さあねって、あんたも常識のない人間なのかい。参ったな。じゃあ、あんたの会社に電話させてよ。事情説明するから。修理代を払えというのなら、払ってもいい。けどな、いつかは振り返って、もう一度よく考えてみてほしい。あの時の電気工が言っていたことは、偽りだったのかどうか。それを、あなたが最も気の許せる場所で。あなたが愛する人のそばでだ。え、何言ってんのあんた。人の日常とは傷つけ合いの繰り返しだ。他人を疑うことも無理はない。何もかも信じられなくなったら、
そんな悲しいことはない。誰の言うことも信じられなくなるなんて、それは他人の愛を感じられなくなることと同じだ。一人きりになることと同じだ。なあ、俺たちはたった一人で一体何ができる？人は一人きりでどこまで歩いて行ける？あんたは一人きりで辛い思いをしてはいないか？卑屈に生きていないか？素直に笑えているか？多分。そうか。なら、あんたは愛されているな。その愛が消えてしまわないよう、強く生き続けてくれ。ああ。今日も愛を照らし続けるよ。俺は働こう。って、待て！電話番号！そうだったな。事務所の電話番号だったな。ああ、そうだよ。名刺でいいか？ああ。何が？本当。まあ、こういうこともあるさ。
濡れ着着せちゃって悪かったね。あんた暇か？よし、手伝ってくれ。もう一本街灯を向こうに追っ立てる。時間がないんだ。それにそれだけ若いんだ。力も有り余ってるだろ。ちゃんと金も払う。小遣い稼ぎにはいいだろ。安全だろ。この辺りは日が暮れれば真っ暗になる。町は人が住む場所だからな。人にとっていい姿に変わっていくべきだ。道自体人のためのものじゃないか。じゃあ手伝うのやめるか。よし、じゃあ早速始めよう。お疲れ、助かったよ。働くのは初めてか。なら無理もない。
どんな仕事だってこれくらい普通だ。結構使えたよ、あんた。初めてのやつと組むともっと手間取る。体力ある方だ。後でもう一回戻ってくる。手当はその時に渡す。お待たせ。ほら、バイト代。悪いな、半分しか出なかった。一日働いてないのに丸々出せるかって言われてな。
自己紹介もまだだったな。名刺渡しておくよ。吉野だ。狭い町だからな。出会っていても不思議じゃないだろう。なんて名前なの？思い出せよ。ほら、名刺とかもらってないのかよ。出してくれ。どこから？超武将者っすね。どんな顔してた？他には？MC 本物だよ。なんだよ、今はこんな街で電気工なんてしてんのか。この人プロのミュージシャンで CD とか出してたんだぞ。カリスマ的な人気っていうの？テレビも出ないのに
かなり売れてたんだぜ。お前もラジオとかで耳にしてたんじゃないの？多分探せばテープあるよ。聞いてみるか？妹が好きだったんだよ。ああ、妹だよ。いるって言ってなかったっけ？待て、話題が変わってないか？ほら、これで聞いてくれ。なかなかいいだろ。誰が？最初から人間だよ。飛躍しすぎだ。で、音楽の方はどうだったんだよ。なあ、生かすだろ。妹が好きだったんだけどさ、僕も聴いてるうちに悪くないなって思うようになってさ。にはかなわないけどね。これ妹が僕のために作ってくれたベストなんだぜ。
ら何なんだよ。ならねえよ。くそ、お前の宝物も壊してやる。何のベストだ？エロベストか？最初のインタビューのところだけを集めて編集してやるエロベストか！いるのか。そりゃ持ってないわけないだろうけど、でも本人に借りるってすごい発想だな。それ盲点だよ。とかもらってやったら妹のやつ喜ぶだろうな。あからさまに茶を濁しにかかってんね。ったく、頼むぞ本当に。思い出したんだけどさ、今音楽のことを本人に切り出すのはまずいかも。今はもう見ての通り音楽活動はしてないんだけどさ、最後はかなりすさんだ状況だったって聞いたことある。その時のことを知ってるファンだったら絶対に声をかけられないようなさ。怖いもの知らずだね。お前はそうかもしれないが、僕は結構気にするよ。サインもらってやらなくちゃいけないからな。恩を売っておきたいんだよ。あとあと便利じゃん。だからな、こっちから切り出すのはやめよう。うまく様子を探ってみようぜ。
そうだな、僕たちバンドやってるんですって反応を見てみるとか。話に乗ってきたらさ、好きなアーティストに吉野雄介の名を挙げてみる。わだかまりがなかったらさ、正体明かしてくれるよ。実は俺、その吉野雄介なんだよってさ。そしたらサインもらえるよきっと。ちゃんと協力しろよ。そもそもお前が僕のテープをパーにしてくれたところから話は始まってるんだからさ。話を合わせてお前も一緒にバンドやっていることにしてくれればいいよ。バンドっぽくないね。即興の合唱じゃないんだから、そんなやつバンドにはいないでしょ。ドラム、できなくても嘘でいいんだよ。カマかけるだけだからさ。別にこっちは素人なんだからいいんだよ。何質問されても、ドラムってモグラ叩きに似てますよねって答えておけよ。ああ、そして僕はギター。同じ楽器にしておかないと話が盛り上がらないだろう。どうとでもなるさ。まあ見てろって。いるわけないよね。車に追いつくって無謀じゃない？のどこかって、まあ、適当な。ウォーリーより難易度高いっての。
ぱいないね。あの作業服の人？やべえ、緊張してきた。漏れそう。おう、さっきはサンキューな。どうも。ん？ドルト。僕、岡崎くんの友達で、角原って言います。なんだ、あんたも手伝ってくれんのか。いや、僕は今腰を痛めてて、そうなのか、そりゃお大事に。でも、現場の仕事って興味あるなって思って。それで、いろいろと話を聞きたいんですけど、いいですか？ま、仕事もキリがついたところだし、暗くなるまでな。うっす。僕ら進学校に通ってるんすけど、勉強サボってて、すでに進学諦めてる組なんすよ。だから高卒でもつける仕事を探してて。うちの仕事なら、そりゃ学歴なんて問わないか。でも、まだ1年あるんだろう。進学諦めるには早すぎやしないか。今は勉強じゃなく、音楽をやっていたいんすよ。音楽？僕たちバンドやってるんす。実はいいな。楽器は何やってんだ？僕ギターっす。こいつはドラム。
へえ、あんたドラムやってたのか。なかなか難しいだろ。叩くという行為は同じだけど、似てるかね。で、あんたはギターか。うっす、ギターっす。指見せてみろ。指っすか。弾いてるのか。え、むちゃくちゃ弾きまくってるっすよ。毎日練習漬けっす。そうか。どんな練習だ。こう、ガガガッと。まだコードだけか。コードというと和音だよ、和音。和音っすか。和音は難しいっすね。今の持ち方だとパワーコードか。ま、最低それぐらいはできないと何もできないもんな。そうっすね、パワードスーツぐらいっすね。何？吉野さんはギターに詳しいっすね。もしかして弾けるんすか？そうだな、多少は。じゃあ見せてくださいよ。ぜひ聞きたいな。お前な、人に頼む前に自分の聞かせろよ。え？明日ギター持ってこい。聞いてやるから。アドバイスぐらいはしてやれると思うぞ。ああ、ああ、なんとかするさ。